ということで、サーバーにお邪魔させてもらってるミネクラ F と再開します。ってことで、前回はこの先に家を作ってる途中だったんだけど、シャガンがなくなったんだよね。ということで、今回はサランを集めて家を張るということで1時間使うと思います。ここね、みんなに使ってもらうために、このサーバーは概要欄にある通り、ヨーツベーさんの企画サーバー、ブイツベーのチリエルさんの企画サーバーにお邪魔させてもらって、でそこで地下生活をするというコンセプトなんだけど、今回は家を大脱走してるね。ちょっとどうしてどうして、あ、なんで、ちょっとどうしようもできないので先に進みますが、はこれはでしょうね。で現在は仮拠点をね、例えばこういうところとか、あれ、地下に終わったはずなんで1個になっちゃってるの。それは64個あるから。あそこに置いてった方がいいな。わあ、すごい。3時に置いてった方がいいでしょう。入ってこないでね。ここで砂岩が取れるので行きながら、採掘を進めたいって王国にも上がってくる。この上はそうだよね、こうやってちょっと外になっちゃうから、それは困るので、どうしようかな。またエメラルドとツルハシ交換してくるか。牛の代、牛と羊の大行列、これなんでこんなことになっちゃってんの。なんでなんで、あー、これだ。もう出ちゃったものたちはどうにもできないね。どうにもできません。ツルハシを交換しに来たんだった。
ごいことになってるけど。ここも仮拠点にしちゃいますか。サガン、おっとっと、サガン、ボスら、モテに入ってしまう。砂が散らかってますね。ここメール。地下生活なのであえて空が見えるのは、空が見えるの実はいいのかもしれないんだけど、していいのか悪いのかわからないので、とりあえず埋めています。土を剥がして差が置いたら差が減っちゃうけど、砂を得る回になりつつありますが、あ、でもここはね、取ってよくなるわけだから。どうなってんのこれ。危ないからあんまり掘り返さないようにしよう。制約はないんだけど、勝手にやってるだけみたいな話は。あ、ついに砂を拾えなくなってしまった。じゃないんだよな。ここに家みたいなのがあるんだから、ここに置いておけばいい。三菱と石ガニも置くかな。はい、閉鎖。
通路が。あれ、これは何の通路で？コント。なんかの通路とつながってしまったみたいだな。これ私のことなんだっけ？私があったのかな？もしかして昔。いや、でも真ん中に置いたりしないから違うと思う。なんかとつながだから。はいはいはい。ああ、でも当然いいことはあっては、流れに逆らって泳ぐんだ。よしよし。この品物は多分崩すとはこうなるんだよな。ってことで51個の砂岩を手に入れました。まずは扉を作るか。ここの領域。で、一番下とか床を。変えなきゃいけない。12で12だから、ここは掘るのか。あれ、天井の高さはそこ。天井はもう張ってあるのね。ここに頭を置くんだけど。頭が畑のところの家に掛け声に置いてきたかな。これ木でしょ。この先に鶏がいるんだけど、そっちじゃなくて。頭ある。砂とりあえず焼くか。いや、家で焼けばいいじゃん。
それかまどの家、なんなし。小麦、立川、ウテナ、作業台。テコテコっこ、言ってるのは私がやった。秘密部屋ですね。あ、そうそう、これ動画内で見せてないかな。この先にもありまして、そこに貯めてるんだよね、鶏を。おっとっと、よしよし。じゃあ卵を投げて。肉になっちゃったから一匹。おひたし。シルバー、脂肪で落ちる場所裏、今のところで。何これ、地上。あ、なんかまずいかも。こんなわけだ。ってことは、こっから入りすぎると。これ以上は家になっちゃうから、ここまでだな。土を隠すために。屋根の高さはここに合わせて。花崗板に揃える必要もないんだけど、一応ね、統一感を。
出したいということで。上がってきたところ、ここ開けとくか。出入りできなくなっちゃうから。しまった、よかった。あとはここだ。なんかボコボコいってるから、卵生まれてる気もするんだよな。よしよし、じゃあとは明かりはつけなきゃダメ。拾った卵は全部処理してから。ここで生まれると話が早いけど、2羽生まれた。さて扉作るか。確かこうなんだけど、違うか。鉄印のドアってないの？ないのか。ないか。ないかも。鉄はまだ足り。ドアにするよりは。ここにチェストは作っていいでしょう。から入ってきて。そもそも チェストがここで作業台がここという話は、テーマここが、石炭、石炭じゃないや、最小単位の家をいっぱい持っておきたい。眼見性があるまで。店用の家ももちろん今作ってるわけだけど、本来は最小単位の家をいっぱい持っておく。この荷物もね、持てる分だけでいいんじゃないかな。さて、高校でも泣いてるから、鶏はあそこでも泣いてるから、ほんま、分かっちゃうね。そういえばパンの作り方は載ってない。載ってないか。パンって小麦だけじゃダメなのかな。普通に考えて増やす。そうなんやけど、
考えて、それはそう。それでも小麦だけで作れた印象あるけどね。あれ、頭取りに来たんじゃなかったっけ。頭取りに来たのに反らなかったね。まったく。頭です、頭。これが重要で、頭を取って、オリジナルの家の方に。あ、こっちまで来てる。いや、いっぱいいるね。フェイクフリーなどはないかな。ないか。黒曜石、ブラックストーン、なんか違うんですか。違うっぽい。丸石はシェアの方に。チャリも送ろうか。チャリは、安山の試合を送ったので、土か、土山。まあ、羊が放牧されている。ごめん、ちょっと緑化するか。エメラルドで綿鉄のツルハシできるけど、まなくなるまではそれでいっか。あとは鉄を掘って実際にツルハシを得る方法があるんだけど、っていうか、まあどっかでそうしないと枯渇しますけど。あれ、戦力外、安山マン買い取ります。共有に投げちゃったな。まあ、いっか。エンダーマンが顔を合わせると襲ってきてしまうらしいので、ないようにしながら移動。でもここもそうなんだけど、庭、採掘場ないのか。こっちの採掘場は、なんで牛が詰まってるんですか。この上、全然空じゃない。これはいいね。
映画、空じゃないと埋め直す、手間がないから。とても楽でいい。松明としてのものは必要で、いくつかはこの辺り、どこから全部取っちゃ、ちょっと暗いか。これが本当の道だよな。丸石があるってことは埋め戻されてるわけだけど、まあまあ角、どんどん取って、その後佐賀の採掘に入りましょうか。ガラス、建築にする。こんなにやるならそういうもんではないんだけどね。雨降ってきたな。まあ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 、もう回収しちゃおうか。がありますんで。誰かの家だよね。いや、家は誰からだけど、採掘場は多分大丈夫なはず。この辺り、もじゃりだけど触ると同じことが起きそうなので、サザン、採掘にとどめておきましょう。サガの本来の砂岩を取りに来ることができた。でも低いと暗いか、さすがにこの高さの明かりも欲しいか。なんかつながってんね。ここはつながっては問題ないでしょうか。
この下も何かある。まあいいでしょう。下も何かあるとかいうのは自分の家の可能性も全然あるけど、そうだったら後でね、処理をしてやればいいわけ。別の行動と当たってますかね。これは当たってますね。まあいいや。遮断は使ってくるから。あそこだけ開けてしまいがち。建築現場。あれ、そんなこと言ってる間に1時間過ぎてるのか。じゃあまあ。この近辺を整備したら終わりかな。繋がった。こっちはこっちですごいことになってるけど、まああれは一旦あのまま。まああくまで見せる用の家って感じなので。そこまで機能性を。じゃあまた。もう一度は曇りますか。リビングルーム、先をどうするかみたいな話はあるんだけど、一旦。もうちょっと広い方がいいか。まあでもそんなことよりも、あ、ここか。これで終わらない。今ので壊れると思ったけど、そんなことはなかった。今度こそから。ここまで。
この辺りは何をするかというと何もしないんだけど。松明置き場に電話するか。奥に部屋、使っても使い道があるわけじゃないし、いっかな。奥にもう一つ、ちっちゃい部屋を作ってもいいけど。取引でエメラルドを集めてしまおうかな。マルタ、1スタック1、エメラルド。石炭、もう1、スタック1、エメラルド、カキフライデー。ユーミ、鉄のツルハシ、もないんだね、全部やっちゃったから。戦力岩、土。安山缶、ないですね。クラウチの蚊、この地下あるって言われないとわかんないよな。あ、大脱走、そういうことか。エンダーマンが土を置いちゃったんだ。これ分かっておかないと、伸びないで。この奥に伸ばされたらなんか、まずい。施設、あったっけ？こっちは大丈夫か？これはいくら伸びても大丈夫だけど、高校すると、はいはいはい。違うのか。チワはないっぽい。これでいいんだから。ここは56、ギリギリ薄まらない。安山、カモの花崗岩も63か、安山岩は別に。47か、白樺の板材、不要なものを焼いてしまおう。さて、ここには何を入れようかな。厚さか。
はこのぐらいなのか。さて、鉄がないけど。大型、共有ボックス、クラウド、支払い。じゃがいもだ。いや、いろんなところでガラス作ってるけどガラスを使ってないね。ガラスの仮来店作るか。今どの光、拠点に行ったら何があるっていうの、いちいち考えるのは大変なので、基本的に全ての拠点には、あら、妥協、置いておこうかな。佐藤、キモママ。本拠点、みちゃんと。カリアスコアも。この奥は、ここ以外は全部石窯でいいかな。作業台は置かない。とりあえずまパチコパチネン。4567。怒ってオッケー。うん、オケはする。起きるけど開けないか。なるほどな、開けないなら。90分間。ガラスで食べていけばいいかな。別のドア。まあ、いっか。
丸いし、じゃなくて石があるんだよな、差があるじゃん。一旦こう。なんかモンスターがどっかにいるんだろうけど、まあいっか。殺したとかに空洞があるのかもね。ということで、最後に鉄の斧が壊れるまで。何だってここにあって、全然関係ないところで壊れてしまった。まあじゃあこんなところで。今回はおしまいにしようかな。また1時間半収録してるけど、今早送りで1時間の動画になっているはずです。ちゃんと。扉を作る。6枚できたけど。あとは適当なところに。よいしょ。まあそこの坂、採石場は勝手にしても。いい感じ、いい感じというかな、勝手にしているので水を防ぐ。ドアを置こうかな。どうやって水を防げるんだよね。よくないか。
ナとシロスラがあるけど、触ると崩れそうなので触らない。この上は何もないな。ここな。この辺りこそガラスの拠点を作るか。まあ、ずらしていいや。よくないけど、まあなんとかなってる。違います。ここ階段にしたんだった。まだ砂が取れるな。ここはじゃあ閉じずにこの辺りぐらいまでにするか。改めてこうやって階段を気にしたのでは。じゃあここ、なとはここか。ああなるほどね。あとは2枚か。あ、家でしょう。あ、これはここにかぶっちゃって。それは無理か。置いとけばいいだろって話はあるんだけど。置いておきますかね。
こんな感じで。これは土じゃない。月じゃないのはいいんだけど、土で埋めないとね。ドア紙に入った砂を自宅に郵送するか。砂はここ。山岸が64個になった。交換のやつって安全なんだっけ。安山なんだっけ。どうだっけ。戦力岩、安山岩。安山岩。これでいいんだな。担当はファイヤーチャージ。まあ、これはなんかなんとかなるでしょう。あとは火打ち石だの火打ち石と一緒の値段を共有剤に。うんと、ここじゃなくてこっちか。より広い共有剤。やっぱりヤチャージも自分で持っててもね。火打ち石と打ち金、火打ち石。安山岩のあまり。こんなところかな。左官はもう止めています。もう止めています。はこの辺りに。石炭余りとかがあればいいんだけど、はないから肉と銅と。焼けるもの全部ここに置いとこうから。じゃがいも、じゃがいも。だいぶ物事も整理されたし、今度こそここまでにしようかな。なんか2時間近く撮ってるから頑張って。収録しないと、収録じゃない、編集しないといけないんだけど、今頑張りますわ。頑張りますね。そのあたりは。ではせっかくだからメインの自分の家を移して終了にしようかな。これがメインの家。
こんな感じで。見せるようでしかないという節はあるけど、メインの家が完成しました。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。